おはようございます。じゃん、めかわいいね、てんちゃん久しぶり。でもいつも私おらん時間かな、ね、撮っとるよね、ほとんどね、ここ。うん、怖いやね。そういうのも好きなんね。うん、戦いごっこが好きなんね、てんちゃん。てんちゃん、全然病気もせんと元気やな。病気全然せんね、てんちゃんも。てんちゃん大丈夫っけ。てんちゃん怖いやろ、てんちゃん。怖いけど何、いいが、声が好きな。こう周り囲まれてどれぐらいかかったっけ。はい、400万以上かかってる。あ、そう。うん。なんかかかるわけ。なんこの、あの、何か。入れて。そうそうそう。うん、うん。うん。で、ほら、やっぱり山だから、ほら、まず、地面をほら、平らに。それにお金かかるの、まず。はい、なてんちゃん行くか。俺も強いぞってね、多分。怖いけど興味あるな、多分。そうそう、俺も強いやだからって。見た目は女の子で可愛いけど、うん、やっぱね、俺は男やって。うん、可愛いや。はい。てんちゃん、またねー。またねー。大丈夫だよ。ほら、全然怖そうじゃないもん。本当は。思ってないよね。大丈夫ね。なんか前よりね。よかったね、褒められたね。もう絶対ここ来るが嫌いってね、ハッチちゃん言っとったんだけど、今日何を思ったやら。連れてこられた。連れてこられたんだ。ハッチちゃん何好きなの？何食べるの？何好き？え？好き嫌いなし？好き嫌いなし？ビスケットとか。そんな締めんで大丈夫？そんな締めいいよ、もう。はい、行こっか。久しぶりだったね。なんでそう怒らんなん。でも 前よりね、おとなしなったって。おとなしいよね。だってたまにここまで来るまで気づかん時あるもん。あ、ほんと。え、最近通ること前、うん、何回かあるね。あ、そうなの。で、見てもね、怖、うん、かった時もあるし。それはちょっと事件だよ。あれ、会長、聞こえるのったかねって言うと。そう。バカ野郎、あえてまた老けとらんぞって。11やったらそこまで年寄りでもないよね。ちょっとそんな。ね、そしてさ、夜中やっぱね、走らしとんが何か、夜中出とらんよね。何やっかわからんからね。夜中11時から12時ぐらいの間に、話しとんが、もう好き放題ね、ストレスなしにさせると。やっぱりこうやって吠えるのが芝居の吠えて吠えるんだよ。特別ひどない。でも怒ってないもん。鼻にシワ寄ってないから。あ、そう。ナナの時すごい顔するからね。どこの？ナナが。ナナちゃんの時です。若かったでかしら。怖い顔するったね。そうだね、うん、やめたね。いただかおいで、一人で来た。Oh!
構美味しいというに書いちゃう。タラブツで終わるちゃった。タラブツって久しぶりに聞いたわ。若い人が散歩に行って。タラブタラ君、2回目や今日。タラブタラ君、かわいい。